ポジウムのタイトルは、地球惑星科学の持続的発展を目指した教育の充実ということで、お手元に あると思いますが、プログラムに沿って、本日とそれから明日、地球惑星科学の地学関連の、教育について、さまざまな側面から統括的に議論する場にしたいと思います。私、このシンポジウムの、申し込み教員といいますか、務めております東大先端研の中村と申します。よろしくお願いします。でこの先導研 の, シンポジウムのです、ね、開催にあたりましては、兄弟生存研の、津田先生、それから塩谷先生、本当にお世話になりました。それから藤原さん、鹿原さんですね、自分の方にも本当にいろんな実際の面でお世話になっておりまして、また塩谷研究室の佐々木さん、後ろにおられますが、M1 の学生さんもいろいろとお手伝いをしてくれるということで、非常に頼もしく思っております。関係者の個人力に、お礼申し上げたいと思います。で、ちょっとこの会の経緯を初めての方がいらっしゃると思うので、ご説明しておきますと、数年前に、その始めたですね、もともとは実は先端粒子の作文に関わったグループがありまして、非常にこう結束が固くなるわけですが、このまませっかくいろいろと地学教育のことを考えてきたのに、解散してしまうのは、もったいないということで、引き続きこういう地学教育に関して、議論を続ける場を設けようではないかということで、数年前から始めております。昨年はやはりこのキャンパスで、防災研 の, 共同研究集会ということで、夏休みに開催をして僕のために来てお越しいただきました。その前は、東大の地震研の方で2年間やはり研究集会を開催 し,、しました。で、東日本の大震災などもありましたし、多くの方がですね、興味を持っていただきました。でその実はさらに遡るとまたこの今日実は兄弟で、第2回ですかね、5年前に実は開いたというそういう歴史を持っております。で、先ほどの東日本大震災、それから昨今 の,、集中豪雨ですとか猛暑でありますとかですね、土砂災害、さまざまな人間生活に直結するような面でですね、この地学、地球惑星科学に関わるさまざまな事象が起きておりまして、地学教育、あるいは地球惑星科学教育というのは、もうこれから21世紀を生きる市民にとって、これ絶対不可欠なものとなっておりますが、現状はどうかといいますと、そのカリキュラムの中で、この地球惑星科学、あるいは地学をきちんと学ぶ機会というのがほとんどない。多くの学生さんは中学で、少しその地球惑星科学の ある部分を基礎を習って、そのまま高校に行って、他の教科を習う。で大学に入っても、こういうまとまった地球惑星科学 の最先端を勉強するということで、学生さんはほんの一握りであるとにもかかわらず、マスコミでもですね、異常気象が、毎日のように取り上げられるような、状況にもなっておりまして、社会の関心と、それからきちんと学問として、あるいはその教養として学ぶべきことっていうのはかなり乖離してきているという、そういう大きな問題があります。それから今日もこれからお話があると思いますが、大学は大学で、あるいは高校、中学、高校は学校においてですね、さまざまな、いわゆる改革といいますか、変化がいろいろと起きております。でその中で本当に教えるべきことは何なのかと
いうあたりがですね、どうもこうその変化の中で埋没してきているんじゃないかという、そういう危惧も大学の中にいる一人の教員として感じる場面が少なからずあります。で、まあ、そういうことでさらにまた18歳人口が減り続けているということで、その、まあ、将来を担うその募集団のことがどんどん小さくなってきているわけで、まあ、その中で、まあ、この大変な21世紀のですね、若者をにとってですね、必ず必要なこの我々の分野の、まあ、教育をどうしたらいいのかということを少しでもその何か前向きな、答えを、あるいはそのヒントが出せるような2日間に、できたらいいなと思っております。これから、講演が続きますが、その質疑応答、それから、双方討論を通じてぜひ皆さんに積極的に議論に参加していただければと思います。で、いくつかちょっと研究集会について、ご説明しておきます。プログラム配られておりますが、本日の最後ですね、特別講演ということで専門研の津田先生に特別講演をお願いをしておりましたが、大変お忙しい先生でして、今インドネシアから日本に来られるというそういう状況でございまして、津田先生の特別講義は当園は明日のこの研究集会の締めということでさせていただきたいと思います。大変ちょっと予定がちょっと変わってしまいまして申し訳ございません。代わりに総合討論の時間がもし取れましたら、ぜひこの懇親会の前に、本日の議論についてちょっと総括をしたいなと思っております。で、懇親会ここにありますように大幅プランになります。明日は9時40分から、昼休み挟んで、午後3時までのプログラムになっております。で、一つ宣伝をさせていただきますと、ただいまですね、私今朝行ってまいりましたが、京大の相馬博物館ですね、北千田からそこで今明月期と最新の中層ということで特別展示をやっております。で、明日までですかね、国宝のまさにその原本ですね、藤原帝国ケースに入ってですね、実物が見られるという、非常に貴重な機会でございますので、もしこの研究集会が終わった後、もしちょっとギリギリですけども間に合えばぜひ行ってご覧になっているかもしれません。それから、私個人としてはその経緯のあれが原本がある半通路の反対側にですね、京都大学のこの宇宙地球関係の教員のなんか父兄みたいなのがありまして、それは非常に個人的には多くの人は素通りしてました。私はその前でこういうことだよ、この分野、関連分野、こういう歴史があったのかということを改めて痛感、実感といいますかね、認識を新たにさせられました。ということで、もし皆さん興味ありましたら、ぜひ行っていただければと、大変面白いものがあります。で、その講演の方に移りたいと思いますが、まずですね、基調講演としまして、京大名誉教授の竹本修造先生に、今回お願いしました。今までの会合で次の連絡した広田先生に何回か基調講演をお願いしてですね、治安教育どうすべきかということを、いろいろとご意見を賜ったんですが、今回は実はこの、研究集会の、ある意味発起人であります竹本先生が今回はぜひ私に喋らせてくれるということで、強い思いがこの10年地区地学教育というこの講演に込められているようでございますので、ぜひ竹本先生にこれ40分の講演ですが、35分ぐらいまとめていただければと思います。こちらピンマイクはございます。それからご自身のパソコンで、技術的にはつないで
ご講演お願いしたいと思います。で、特別講演以外は基本的に20分ということですので、まあ、15、6分でまとめていただくと質疑応答が十分取れるかなと思います。それから後ろの方の方でもしご質問がある場合は佐々木さんのマイクを持ってまいりますので、そのマイクで、ご質問していただければと思います。特に地学の特徴としては、
異なった特徴としては、他分野においては自然現象を要素関係的に捉える傾向が強いのに対して、近くの数多くの事実を収集し、分析した後、それらをまとめて総合的な説得のある一つの展開像を描くという方法をしましょうとし、このような方法によって得られる成果の一つが地球環境の有限性についての知る認識であるということで、まあ、科学教育を進めたいという、提言をいたしました。で、今日のテーマは法人化後10年の地学教育ということですけれども、まあ、20年という単位で考えられますと、2つの大きなエポックがあって、1990年に大学院重点化というのを行いました。で、それから2000年代に大学法人化が行われたわけです。で、大学院重点化というのは、まあ、要するに我々大学の教員というのは、学部教育を主体にしていて、それで給料をもらっていて、大学院は片手間だったんですね。それが大学院重点化で、仕事は大学院の教育研究になって、学部教育は片手間だから、右足に体重がかかったのがちょっと左足にかかった、まあ、これ自体は大きな意味はないんですけれども、これに伴う変化っていうのは大学にいろんな変化をもたらしました。この時文部省の役員にたまたまあることがあって、なんでこんなことをするんだと聞いてましたら、要するにパイは限られている、教育関係の予算は限られている、で、それをどう分割するかというので、今までみたいに均等割で配ってたのには優れた結果が出ないから、ユニークな研究のところに重点的に予算を配分できるように、まあ、割り振りを変えると。で、あと少子化が進んで子どもの数が減ってくるから、学部教育は国立大学中でも旧帝大みたいな大きな大学に任せるんではなくて、学部教育の方は私立大学とか地方にある各国立大学に任せて、国立大学の研究、大学院の研究を重点とした大学にして、そこ予算を配分するんですよと。お宅の大学は減りませんよ、増えますよと言ったら、そうかいなって騙されてっていうか、まあ、それが90年代の重点化ですね。これは大きな話です。で、それから大学法人化、まあ、この辺の話をですね、それがどう我々 その教育に環境に影響するかという話をさせていただきたいと思います。で、これ、2008年3月に横浜市立大学理学部の吉岡先生教授が自発的に移植した。で、吉岡先生というのは当時中村さんもそうですけども、我々もそう、大学入試センターの地学の指導員をやってました。で、その中まで割とあの年は団結力があって、今でも時々やって話をしてますけれども、その中の一人が、やべ、これは大変なことだね、で、じゃあ一遍読んで話を聞いてみようということになって、当時前の京大総長の小池総長が最高等検の所長に頼まれて、私はそこのフェローをられていって、で、高等研のフェロー研究会というので、地学教育の問題をやろうと言って、みんなに集まっておりました。で、その時に、この吉岡さんが関わっている、それは市立大っていうのは、これは2003年に国立大学の法人化、で、2004年に、公立大学の法人化が進んで、まあ、それが我々にどう影響するかというのはあまりピッと来てなかったんですけれども、それが真っ先に影響が出たのが公立大学で、横浜市立大学と東京都立大学ですね。この2つの大学が2005年、2006年、7年に開設して、で、そこで問われているのは何かというと、横浜
市立大学の場合には、その大学でやってることは市民にどんなに役に立つのという観点で物事を判断する。で大学の自主、学問自由、そのものは関係ないよ。でそれが横浜市民にどれだけ役立つかということが大事なんで、その観点でいろいろ組織外も行うし、法規定も変えるということで、もう吉岡さんこんなところ大学じゃないか、いらないってやめてしまったわけじゃない。で、それで、まあ、その後国際高等研で、まあ、集まって話をしたときに、やっぱりこれ横浜の配信室内での特殊な例で、他のもっと大きな国立大学とか、そのところはそんな変わりようはしないよねという話をしてたんですね、高等研で集まって。ところが今現状を見ますとですね、横浜配信室内が辿った道を京都大学も歩んでるわけですね。こういう時代になったんだ。でそれを我らなかなかこう実感として捉えられないというか、個人個人はものすごく忙しくなって、なんせ研究業を集めてこなきゃならないということで時間も取られない。でそれが、まあ教育にも幸せがいってるし、まし、あ、てそれより広い範囲をこう見渡すという、そういう余裕が現職の人になくなってきてる。それはやっぱり困ったなあというですね。でまあ合同教育集会ですが、その翌年に防災研の、研究集会で地学教育の勉強と総改革というのを伊予先生という経験教授がでやりました。それから、まあ、翌年は同じ出身の地学教育の研究集会を凍結する大木さんにゼラになってもらって、2年過ごして東海地震研でやって、で去年は防災研に里熊が戻って、高村さんが担当者で受け入れ教育が向こう側さんでこの集会をしました。そして今年に行ったというわけです。でそこではさまざまな、まあ、地学教育に関する問題点から議論されましたが、まあ、これまで指摘されたことは地学を開校している高校が約8-3割、理系の生徒は地学を履修している場合に数パーセントというような状況を改善すべきである。で地学の開校数が減少し、地学を選択する生徒数が減少していることも問題である。で、あと高校で地学系の教育採用する必要が少ないとか、で医学部等の一部の学科以外では地学を設定してない、入試科目に設定してない大学が多いとか、大学入試センターの試験の理科のグループ分けが、適当でなかったとか、まあ、その辺は改善されましたね。だけどまた新たな問題が出てますけれども、まあ、こんなことがこれまでの研究集会ではこんなことが議論されました。でこの具体的な話は今日はその研究集会でより本質的な話題が出ると思いますので、これには立ち入りません。で、アウトリーチ活動に関してこの研究会で出たのは、まあ、地学オリンピック、まあ、これは今年の集会でも杉先生が明日お話ししていただけますし、あとジオパークですね。これは大池先生にお願いしてたんですが、今日から南アルプスの麓で、ジオパークの全国大会が開かれるって言って、あれどこか、稲島とか、そっちの方行っちゃって、来れないということで、あと、ジオ鉄というユニーク、鉄道と地方を見て回ろうという、まあ、こんなのが深田地質研究所の藤田さんという女性の方が中心にやってましたが、彼女もちょっと今日放送終わって来れない。であとまあ、それぞれ仙台博物館、天文台であるとか、阿蘇博物館、京都博物館、九大総合博物館などのアウトリーチ活動というのは、これまでの数年の間のこの研究会でいろいろ報告されました。さらに、東大地震研とか、京大防災研、それから京都で
出前授業、その大学の持つ資源を小学生、中学生に示して、で、その辺の出前授業を実験してほしい、そんなふうな活動が、報告されました。明日の午後からアドリッチのセッションが予定されてますが、まだ新しいお話を聞けるだろうと思います。で、こういう話は、ともかくとして、最初の話題に戻って、非常に根源的な、今の時代に、これ、今更何言うか、学問の授業、大学の授業を例えるとか、いうことで、憲法23条にこういうのがあるんですね。学問の自由はこれを保障すると書かれている。で、これは結局、戦前戦中の国家権力が学問へ介入したと。それに対する弾圧に抗するために戦ってきた。それを認めるために憲法にこういう条文が書かれている。特に、京都大学においては、柳沢事件とか木原事件とか時の権力が大学に介入しようとするのを肩を張って抵抗した、京大というの歴史があるんですね。で、学問の自由、大学の自由を守るためにみんなやってきた。ところが今の現職の人には何でしょうか、そんなのが何になるのというちょっと私は寂しいようにするんですけれども、やっぱり大学院の教育っていうのは時の政権に口走を許させずに人類の将来に向かって学問の発展を考えるのが、それを許すのが学問の自由だろうと思うし、それをぜひ守っていただきたいなと思います。で、それでですね、その具体的に、大学院重点化、それから大学法人化というのは大学教育にどう影響を与えたかというのを京大地球物理学教室を例としてちょっと見ようと思います。今日この後、京大地球物理学教室の宮先生と宮崎先生が教室で行われている教育具体的な話をしてくださいますが、もっと全般的な話をちょっとします。で、この、ウェブ版からたどれるんで、それで20年間で、どういう変化があったかということですね。で、地球物理教室っていうのは戦後神聖な国になった時には4講座だったんですが、戦後間もなく大学講座でずっと長いこと5講座。それが平成になってから地震学講座ができ、物理気候学講座ができて、平成になってからは7講座が地球物理学教室の講座です。で、7講座なんですけれども、7講座、昔の大学だったら教員士、助教授士、助手人というのが基本数であったんですが、だから助手人が助手人になり、平均すれば教授士、准教授士、準教授士、助手士という、平均数ですね。それが、7講座があって、大学院重点化の後はそのいくつかの講座をまとめて大講座になって、舞台地球物理学講座というのは3つの旧講座が一緒になって教授さん の, 大講座になる。推薦地球科学講座というのは海洋物理学、海洋講座一つですけれども、これはこのタイトルで言うと、今ある海だけじゃなくて陸水の方の講座も作りたいという意図で水研地球科学講座というのを作った。現在はそっちの方は防災研に研究部もありますしやってますが、教室である水研は海洋だけで、大気圏物理学というのは気象学、物理、気候学を研究する。で、あと、太陽、地球、惑星、太陽、惑星系電磁気学というのは、地球電磁気学
学研究室の一つで大構想ですけれども、これも狙いはあの地球電磁気、今あるのはあの外の大気の方の電磁気を対象としているけれども、地球内部の電磁気を対象とした構造を作りたいということで、それも含めてあのこういう考えがついていると。で、まあ、なかなかあのそれ以上大きくなりませんが、今あと一つ面白いのは、あの相関地球科学、地球惑星科学といって、恐竜期のポストがある、ポストがあるというか、どういうのか、椅子はないけれども、こういう名前の目標があって、ただこの、既存の7つの講座、7つの講座の中で、恐竜がいて、准教授がいて、その中にいる地球自然体を見回して、准教授の中で教授してもいいよという人がいたら、分野にとらわれず、その講座が持っているあのポストを使ってそこへ出して、相関地球物理学の教授にしてもいいという、そういうシステムですから、7講座ですけれども、教授の任用は8人まで。あと、まあ、一時期あの臨時増補というのもあって9人教授がいたことがありますけれども、基本的には7つの講座で、まあ、これからちょっと表でお見せしようと思うんですが、重点化法人化の影響としては、院生の人数の変化、大学重点化になった時に、それまで地球物理の学生定員は、基本的に18か16だったんですね。で、団塊の世代の臨時増補というのがあって、で臨時増補を入れても23人で、それなのに一挙に、大学院の定員は修士の48.5 という5というのは、地物教室と地方教室で合わせて1という定義を持ってて、地球で取れば地方は取らなくてもいい、地方で取れば地球は取らなくてもいいというんで、まあ、48人ないしは49人を集めなきゃ、学部の学生が20人しかいないところで40何人の人生を集めると、こんな無理筋ですよね。ほんで、まあこれも数値でどう変化したかというのを示しますが、それから、まあ、学生の問題と教員の方も、重点化前には教室全体で教員が約21人いたのが大体今18人減ってると。で、教授、准教授の数は、まあ、以前と変わりないが、その助手、助教というのが激減してるんです。そうなると学問の継承性をどうするか、やっぱり学問というのはやっぱり教授、まあ、ある程度経験豊かな教授がいて、その下に、若い教授がいて、さらに若いその助教がいて、それがこう学びながら継承していくとこう学問が進むのに、まあ、教授、助教授はあまり変わってないけども、その極端に助教が減っている、これは今後の学問の継承性をどうするかな、こういうことです。それから予算に関しては重点化の時に一挙に予算が増えたんですけれども、それも数年で元 の、 重点化以前の、戻って、外部資金を集めないと研究ができないようになって、それで、まあ、基礎研究がやりたくなっている。これ院生の就職先、これ20年前にはその博士の学位を取得したら大体大学の助手とか研究機関の正規 の、 研究員とか、まあ、研究を生かせるその職に大学院の卒業生をつけた。それがですね、もう最近は大学院を出て の、 パーマネントな助手のポストにつける人ほとんどいないというのを地球物理の例でちょっとお示しします。で、まずこれは定員の変化ですけれども、
まあ、これ、93年、大学院重点からこの辺、94年ぐらいですが、その時に、この年を標準の8人いた、これは臨時総合が1人入ってきて、1代限りという教授がいて8人いたんですね。で、6、9、あ、ここ、この辺で、総監王座というのが、これを使った教授が1で、臨時総合がいて、9人という教授がいた年がありました。で、ずっと移動してきて、まあ、この辺のところまではだいたい専任教官の数が20人から23人、多いときは25人いた年もこんな人数。それが、まあ、ここはちょっと出たら分かりませんけど、最近だと、教室の、教員全体が17から18。で、まあ、教授はそこでこの変化ない、まあ、助教授もそれでこの変化ない。で、講師というコストはなくなった。で、助手は、まあ、この時代に比べたら半分に減っていると。それから学部の学生はあんまりこう変化ないんですが、大学院の定員は修士課程が、高から重点課が多くて48人取らなきゃいけないんで募集したけれどもなかなか定員埋まらない。で、多い年でも40を、あ、ここで44というのがありますね。これでもまあ定員に達しないという。で、この辺から、これはもうとても、まあ、変わらない点で、大学院の定員を減らしてもらって30いくつになって、これは今、この学部が、で、33年。まあ、そこまで来れば、学部の定員と違わないから、大学院もそんなに多くないんですけれども、ただ問題は、博士が、博士で入学で、16年前には33とかいた年があるのに、もう今は1年に10年進学し、歯科で進学する人が10年、10人いるかいないかというところですね。で、まあ、教室予算の、変遷ですけれども、大学院重点化の前の教室全体の工費額は3500万とか4100万、6から7校ですから1校当たり、600万ぐらいの工費、教官当選積算工費があった。で、それが重点化の時にこれは、6300万まで増えた。これだから他の新生大学はこの時に減ってるはずです。京大がこれだけ増えて、体は変わらないんだから、京大が増えたときどこかの大学が増えてると思うんですけどね。あ、増えた思ってたら、そういうときたら、結局、これから10年経つと、元の値になっちゃうんですね。ね。で、まあ、で、この時代には、まあ、公費が研究費の重くて、家計費とか受託研究費を合わせても、これよりは少なかったんですが、このあたりから、公費よりも学園費とか自宅研究費が多くなりました。2000年21世紀になってから。で、まあ、最近ですと名前が運営交付金と変わってくる。これは昔の公費に比べてまあほとんど同じぐらい、この20年前と同じぐらい、何から来るかな、同じぐらい。それに対して学園費、臨経理金というのはこの時代は桁違いで、だから要するに大学で研究するためには国はお金は出さないから、お前たち自前でどこから取ってこいということで、例えばジャムステックにちょっとお願いしますよって研究テーマをもらって、そのお金をもらって、で、仕事を使って、学生を賄う、まあ、そんな形になってて、こういうことが本当にいいことがある。いや、やっぱりこの基本になる講義というのは、講座が運営できる部分は残しておくべきだろうと思うんですけどね。で、まあ、進路についてちょっと言います。これ。いや、20年前、今年が2014年ですから、いや、20年前の92年、93年の時
はタクシーを終わった学生が 1,2,3,4,5,6,7,8 人いて、これ全員が、計画部講師とか助手、助手で、あの水道部の研究、国立科学環境研究所の研究、まあ、全員があの研究職をつけて、で93年だと、まあ、あのちょっとこれよりはあの助手の数が減ってますけれども、まあ、これはあの外国人留学生で別枠ですね。であとあの修士で終わった人の就職先も、まあ、なんとなく地球物理卒業して就職するんならこんなとこかなというのがこれ分かるところですね。でもこの辺からどうもキャノンとか日本電機富士通とか、理学部で行くと物理の卒業生が行くのと変わらないようなところへ地球物理を出た学生が就職してる。だからまあこの頃から、まあ、そういう傾向があって、それが2002年になりますと、博士終わった学生は大幅に増えるんですけれども、博士終わってすぐ助手になれたっていうのは2人しかいなくて、あとはでこの頃からですね、非常勤研究員、3年任期の、だから大学院を終わったらパーマネントの職にはなかなかつけないけれども、3年の任期の研究職というのはもう大半がそういう形になる。そうすると、で修士終わった学生もあの分野が大学広がって日本自動車、日本工へ、まあ、いろいろこの年は銀行とかもいたのがありますけれども、で10年前、2003年度で、博士終わって助手になれたのが2人だけ、あとはもう非常勤の、あの、ね、年期の限った研究、大半はそういうことになって、で、それが最近になるとどうかというと、去年、今日の今年の卒業生になると、あの大学院を終わって、大学の、教員のポストをつけた人は誰もいないんです。みんなこれ、ですね、ほとんどが学士の研究員とかポストとかそういうところで修士を終わって人の範囲がものすごく広がって、東海、旅客鉄道とか、なんか大和総研とかいろんなとこ行ってます。でそうなると教員困るんですよね。大学院はどう思うか。だから大学院の特に博士課程なんていうのは、あの次代の研究者を育てるために、あの、まあ、自分 の、 あの時代を育てるために教育するというのが、それがそのそれつけられないわけですよね。そうすると学生の方も来たからない。そうなるとどうなるかというと、あの優秀な学生は就職終わったらさっさと就職しちゃうんです。でまあこれはあっちの方がドクターパテのところからますます制度が悪くなって、それで日本の研究の障害はどうなのかなというような思いはするんですが、まああのだからこれはまあ教会だけでだったらもうしょうがないんだけれども、なんか全体としてなんかあの大学院の教育はどういう方向を目指すかというのは自分の問題としてね、あのみんな考えてほしいなとか。現状はこうなってるんだと思います、ね、で、まあ、これこの辺もどうします、それから話は飛んで、一昨年にあの全国10大学理学部長会議から、あの理学の、基礎研究を担う若手研究者の持続的な支援と充実を求めるという、まあ、そういう提言が出ています。で、要するに、まあ、そういう大学院の危機があるんで、あの研究者があの育てられるような環境を確保してほしいという、まあ、あの提言を出しているんですが、まあ、この辺を申しましょう。でこの提言を出した時の教会の理学部長というのは山際さんですね。今度は明後日じゃない、あの10月1日から教会の総長になる山際さんがあのこの提言に加わっている。彼がどういう態度を取るかというのに私は非常に興味を持っております。
で、まあ、今年の3月に新聞に京大総長国内外から公募というのがあって、どうなるの、まあ、大学の自治とか学問の自由はこれどうなるのということを思ってて、まあ前の総長受けさんは法人化前の従来の選考方式で学内の教員の選挙によって選ばれたんですが、まあ、選ばれて直後に法人化になるために総長になった時は法人化になってました。でも選ばれたのは法人化前に、松本さんは法人化になってから選ばれて、まあ、学内の選挙を経てそれを総長選考委員会で追認ということで中で選ばれた人が総長だと。で、まあ異色なんですね、松本さんは。まあ、従来の京大総長というのは学部長の経験者で、なのに松本さんは学部ではなくて研究所長から総長で、まあ非常に異色だったんですけど、おそらくこの時代がですね、大学の流れでこれからの大学はお金を集めてくる人でないと特になれないという、そういう、まあ、学内の期待が時代の要請に応えて、まあ、この人が選ばれたと思います。で、まあ、今度の26代山口清和十一さんが選ばれました。まあ、こんなのがあっていろいろどこからが総長が来るんだろうと思ったら、結局学内の正式ではない学内の投票、今はもう選考には学内が関係ないから移行投票の結果がこの人が一番だった、それを外部の人間は国務の選考委員会でこの人がその認められたということで、これどこまで踏ん張れるかということに、まあ、非常に興味を持っていて、まあ、ゴリラの山岩さんです。で、だから彼はフィールドサイエンスっていうのを大事にしてるんで、まあ、結構私とも話があって、東北の地震の後彼と話する機会があって、だから彼の部屋の院生3人が地震の時に金華山の階段で猿を観測していて、地震の振動が続いている間、海岸で抱き合っていた猿が振動が収まり、やがて波が波であってくると一斉に山に逃げた。それを観察した学生は猿を追いかけて山へ行ったために、学生3人は溺れずに済んだ、猿にうちの学生助けられましたという話をしてて、まあ彼とはそういうことで同じ研究者、フィールドクラブを大事にしている研究者として、まあ、話ができるので、まあ、私は期待しているんですけど、で、まあ、前の学長の大家さんもいろいろ今世の中学校教育法とか法人法が今改悪されようとしている、これは望ましいことではないというコメントを出しています。で、まあ、この辺学問を進めるのに実学と教学で、理学部ってなんかもう教学すぐに、教学ってない世の中のためにならないっていうか、だからそんなことが明日ご飯食べるのにどんなに役に立つのとかいうのはあんまり気にしないでやってるのが理学で、この人は教学ですね。松本さんはその点実学、これは役に立つというのを推薦してきた。今度の山際さんはまだ私は教育をしてるじゃないかと思って、もうちょっといろいろ考えてくれるんじゃないかなと思います。で、まあセンター試験も変わりますよね。我々が言ったからと今困ろうとして、なんでこれ選考どうなるのだから、とにかく、まあ、皆さんも日常に埋没してて、よそからだいぶ資金を取ってこないと大学で研究者として行けて登れないという、それが頭にあるもんで、なかなか他のことまで頭は回らないけれども、やっぱりたまにはこういうことも考えて、これに我々どう対応したらいいかなということを、まあ、現職の人に考えてほしいなということで終わります。すみません。
少プログラムに余裕がありますので、時間なんですけども、質問をどんどん受け付けたいと思います。ご質問コメント等ございましたら遠慮なく手を挙げていただければと思います。いかがでしょうか。先生はとにかく今、例えば東大でもそうですけれども、私立大学の方が給料高いんですよ。倍ぐらい高いんですよ。ですから文化系は別に本があってまあ、ちょっと知っておければいいぐらいなので、本当に教育の義務は相当増えると思いますけれども、あと定年が遅いんですよね。ですからそちらに惹かれていってしまうっていうことがあります。ただですね、理科系は給料よりもどれだけ例えば実験したりコンピューターシミュレーションしたりする設備がいいかっていうことをまずほとんどの教育に優先するので、私大の方に流れているっていうことはまずないんですけど、で民間と比べてもやっぱり極端に低いわけではないので、研究をやりたいという人はコストがあれば多分大学の方に残ると思うんですが、先ほど谷本先生 の数字もありましたけど、もうとにかく若手のポストがどんどん返されてますので、残れないんですね。それが非常に大きな問題になっています。私からちょっと質問と言いますか、大きな流れとして、はい、ここ20年の重点化、大学の重点化、それから法人化というのが挙げられましたね。であと国がどんどん運営費、要するに総額はほとんど変わらないんだけど、研究費はで、いわゆるハードマネーですね、運営交付金を減らして、その代わり競争的支援で競わせる。で、それともう一つ大きな流れが一つあるのは、大学の教養課程を解体があるんじゃないかなと思うんですよ。東大はなんとかだいぶ変わっちゃいましたけど、それでもなんとかなんですけども、京大はじめいろんなところがですね、教養課程と学部を、課程をなくしてしまって、こうミックスした形で専門課程と教養課程、そういうことでこういろいろな教育改革をやったわけですね。ちょっとその影響がどういうものなのかなっていうのは、まだ私重点化の後に教員になったのですから、ちょっとそのあたりがよくわからないんですが、もし広田先生はそれをあのあたりにされてこられたわけですけど、そこも含めて何か何かコメントがあれば、はい、お伺いしたいなと思います。特にその学問の内容に立ち入って時の政府がね、干渉するっていうのは、それは避けてほしいなと思いますね。で、やっぱり学問というのは100年先、1000年先を見て、見通して今こう進めていくんだということで、その辺は大学の自主性でやってほしいなと思います。で、そういういろんな文化の継承性も守れるようにしてほしいなと思います。ちょっと先生、もしコメントがありましたか。谷本先生のご指摘、非常に大事なご指摘だと思います。一つ他の方にも理解していただきたいのは、今のお話が
理学系の学問全体に共通した部分と、それから地球惑星科学という、まあ、独自性、特殊性という両面があると思います。例えば理学全体で見ますと、同じような悩みは例えば数学科のようなところでもあるわけですね。数学科で私がいるときに何かあの保健数学なんていう講座を作って、私そんなの理学でやるべき問題はないと教授会で言ったら、ひろたさんそんなこと言ってたら時代に取り残されますよと言われて愕然とした記憶もあります。ですから同じようにやはり数学の純粋性を追求しようと思っている人にしてみたら、そんなこと言ってられないと言って保健数学なんていうその会社と直結したようなことになってしまうわけですね。そういう意味でやっぱりその社会とのつながりの善悪是非ということを地球科学に関してもっと詰めてほしいと思います。はい、海洋研究開発機構の茂木と申します。僕ちょっと大学に直接教官として就いたことがないんですけども、まあ独立行政法人の、まあ、ジャムステックのようなところにいますと、役に立つ役に立たないっていうあんまりその二分化したその議論っていうのはちょっとあったと思うんですけど、あんまりそういう感覚よりもですね、例えばうちで行くと、なんか一見役に立ちそうなのが、むしろ我々の何て言うんですかね、気象学とか気候学がそう見え外見からは見られているんで、そうじゃないと見られているのは深海掘削ですとか、まあだから生物の起源を探査するとか、そっちなんですけど、でも立場的には逆なんですよね。その深海をのロマンを求めている方が圧倒的に優位に立ってるわけですよ。予算的にもそうだし、まあだから世間的なあれもそうなんですけど、圧倒的にそっちが認められていて、非常に力を持っていると。でそれはなんかその今大学で起こっているあの今お話しいただいたのにちょっと逆転しているようにも思えていて、でそれは何ていうかどういうところでそういう逆転が起こっているのかなっていうのが聞いてて、ちょっとあのどこなのかなと、その入れ替わりを、それは独立行政法人だからそうなのか、大学だからそうなのかっていう背景の違いなのか、それともそもそも、まあ、深海の人たちが何かうまくやっているからというんであれば、その大学でもそのうまくやっているのを何とか取り込むことはできるのかなというのも感じたんですけど、その辺は大学と行政法人の違いはどのように見られますか？難しい。多分大学はね、ものすごくそのいろんな分野があるんですよ。でその中でこう合意形成してやっていかなきゃいけないところがあって、でジャムステックの場合は、まあ、ある地球物理関係の科学関係のあるところだけに特化してて、でしかも行政法人はこの大学もそれを目指してる、文科省がそれを目指してると思うんですけど、トップダウンしたいんですよね、だから理事長がそっちの方でやるぞと言ったら、多分そうなっちゃってるのが現状じゃないかなと私はたから見れて思うんです。じゃあ代々もう理事長がそっち側を握ってるという感じですか？ここで大きく変わってるんですよ。今までは政府は一見のようなことやるんですよ。科学者がなればいいって言うんですよ、理事長。その役人の天下りはけしからんと、うん、で確かにそれはいい面もあるんですよ。だからちゃんときちんと全て物事が分かった科学者がつけばそれは一番いいって公平になるんですけども、逆に言うと俺はこの分野の専門だと言ってなんていうか偏ったもし考え方で、それ組織引っ張るような方向に行っちゃったら、今の人はそうだと僕は決して言ってるわけではないんですけど、そういう方になっちゃうとかえって良くないんですよ。で逆に天下りの人の方が、いろんな意見をきちんと聞いてこう公平に、運ぶっていう意味では、長けてる部分も実際あるんですよね。だからそれがこうなんていうかな、こう一方的にいや天下りはけしからんとかですね、そういうことだけで何かこう議論が進んでると、とんでもない結果が出てくるときに思わぬ結果が出てきちゃうときがあるなというのは感じています。私はでもその深海が強いっていうのはそのもう代々ずっと強いわけですよ。いやでその、まあ、気象気候とか、まあ、海洋もそう、なんかの海洋物理みたいなところもそうなんですけど、まあ、それが、まあ、なかなかそのジャムステック内ではなかなか、
認められないというか肩身が狭いじゃないですけど、それはもう成果云々ではなくて、まあジャムステックのカラーとしても深海を一回出してしまってるからっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、かなり前からそういうふうになってますよね。独自性っていうのがあって、あとそれが継続性って言いますかね、うん、これだけ投資してきてるんだからこれでやめたらどうなるんだというの、多分そういう論点も多少あるかと思うんですけど、まあ、あとはトップがどう考えるかということだと思うんですけど、やっぱり組織の規模がやっぱり総合大学とジャムステックも違いますから、でしかも分野が割と近いですから、やっぱり総合大学は多分もうそういうもういろんな分野があるので、なかなかそれはいかないです。ただ、その全体に共通する部分でそのですから予算をどれだけ取ってくるかを重点、記憶の総長なのか薬学部の次長も記憶のかっていう、そういうフィロソフィーの面で違ってくると結果として絶対に影響が出てしまうっていうのが多分今日の竹野先生のお話ではないのかなという気がしたんですけど、はい、加藤先生。今国立大学が昨年の11月に出された文科省の、国立大学改革プランですかね、それで年俸制の導入を例えば京都大だと 20% じゃないかと思うんですけど、まあ、地方大学だと 10% 程度の、教員数を年俸制にしなさいと、もう強制規制であのいるわけなんですけど、年俸制というのがこの学問に及ぼす影響ってなんかいい影響はないと私は思うんですけど、どういうふうなお考えがあればお聞きしたいです。給料の話になってちょっと入り長村先生がシカゴの教員は毎日なったという言ったと思いますけど、絶対私シカゴ国立大学と思います。あ、そうよ。で、2校は大阪市大です、はい、あの教大の大きいです、はい、全然そのことありません。あ、そうですか。あの、文化系の話をしたんで、半額とか同志社とか、はい、関東でいうと早稲田系の、ここのイメージで皆さん引きずられてるんだと思います、はい、その辺はですね、具体的に言うと大体60歳教授、子供は独立して ご夫婦のご家庭で大体1400万ぐらいですね。ああ、そうですか。でそこを見るとあ、独立よりいいなと思うんですけれども、うちあたりのレベルだと、あの多くの大学が国立ベースで給料を決めてます。あ、そうですか。それは大変失礼しました。だから国立の先生と変わりません。あ、そうですか。で、変わってるのはですね、大阪市がいたときに、私ボーナスが4ヶ月切ったという記録があります。3.90 かなんかになったときが、で、それは多分、京大の先生も一緒だと思います。2000年の最初の頃に、なんか大落ちたと違いますよね。私立はですね、それが、どっかで国立が 4.95 だったときに、私立もそれに合わせて、そのままずっと来てるっていう部分があるんで、だって年収で、月給ベースで1ヶ月ぐらいいいか悪いかって、そのくらいです。地方で行くと、とある先生の群馬にいる先生ですけど、ボーナスゼロです。国立大学ベースでボーナスゼロです。そうすると要するに国立大学の年収少ないです、はい、で、じゃあ研究費はどうなのかというとですね、早稲田慶応とか関関はいいです。うちあたりは50万ありません。で、六大学でも早稲田慶応以外は10万、20万の世界です、うん、これが実態です。ありがとうございます。つまり研究室の運営をするのに、はい、10万、20万のお金で私立の先生は運営をしなきゃいけないという、そういう中で、じゃあ博士課程の学生さんを、まあ、講師の口であるとかって時々出ますけど、さあ先生が進めますか進めませんかという世界になるという、そうすると少なくとも私が院生の時にその私立大学の状況を知ってたとしたら、多分私は若手ではいかなかったと思います。そうなるとやはり博士に行くっていう時に優秀な学生さんが修士で就職したらいい方じゃないっていう選択肢を選ぶっていうのは、まあ、ある意味意味はかなっているんじゃないかという、これはあくまでファクトベースとして検討として、お話しさせていただきました。はい、ありがとうございます。一般化を過ぎた発言をしてしまいました。申し訳ありませんが、よく聞くのがその早稲田慶応とかです、学習院の話だもんですから、そこはなんかかなりこう給料釣り上げて東大の先生とかこう引き抜いてるって話も聞くもんですから、決してそれが一般的ではないですね。先生、はい、定年のことなんですけれども、はい、私は70歳で、長かったんですけれども、
学校で今65年です。5年ですね、はい。で、それに合わせてというか、はい、こちらではストーンと落ちてるんです、落ちました。落としました。それで、あの、10代いた人は70なんですけど、そういうことですか。ある年から、はい、もう、だから1年違うだけで、はい、まあ、その大学によると思いますけれども、65年ですね。そういうことです。で、あの、うちも何年か先には65年になるんですけれども、うん、ということで、前は60歳定年だった東大院の先生から、あの70まで10年間来ていただいてたんですけれども、それができなくて、できないですね、さてどうしようっていうのが、うん、なるほど、わかりました、どんどんあれですか、一様化しちゃってるってことですね、 その、それぞれの特色がだんだんある意味いい意味でのこう差別化といいますか、それぞれ特色が出たのがもうそれが一律化しちゃって、一様化しちゃってるってことですね。あっちがこうなんだからというふうに、それを見ながら平均化されて、それでそう、なんかあれですね、経営ベースで全て考えちゃってる。他にいかがでしょう。はい。明日本当は出身の方たちに出したいつも感じることなんですけど、確かに昔は良かったと、で今は広告でどんどん昔の方が聞くという、まあ、あの話にどうしても聞こえてしまうんです。でそれはもちろんその大学が孤立した存在として社会の中で、それではやっぱりそれ当然なんです。やっぱりもう日本の今の一番の問題は要するに経済が落ちていると、で要するにお金がないところでどうするかっていう問題がやっぱり別の問題としてあって、でもっと言うと、まあ、僕は高校生をずっと30年でいたんですけども、やっぱり若い子は自分の生活を何かしたいまず最初に言います。いくら夢や希望をで科学を語ろうかなと、素晴らしさを語ろうと、やっぱ彼らはじゃあ自分が結婚して例えば子供を育ててるだけの給料をどうしてやるかっていうのがまず最初なんです。でそこの問題を、何時ですかね、置いておいて教育の問題を語るって僕はもう多分ダメだろう、その話は明日させてもらいますけど、はい、でむしろだから そういう中でじゃあ何をしたらいいかっていう話をやっぱりしていかないと、申し訳ないんですけど、僕は毎年呼んでいただいて、こんな非常にまあ諸先輩に失礼な言い方をするんですけど、やっぱりそこをできるだけ、こういうようなまあ教えていただきたい、はい、まあ、率直な、はい、現実はこうだというですね、その中で、どういうふうにして、行ったらいいのかという、やっぱり足元を見て、やっぱり多議論も必ず必要になっています。よろしいでしょうか。では竹本先生どうもありがとうございました。それではですね、